こんばんは、ミスターマヨメさん。すごいいい目標ですね。そうなんですよ。え、大丈夫そんなに大きいこと言ってって言われるぐらいの、びっくりさせるような、呆れさせるような、笑われるようなものではないと目標でも夢でもなんでもないんですよ。あ、そのぐらいだったら頑張ったらいくかもね、みたいなことを言われるようなものは全然同行してないんですよね。やっぱり私たちはね、どしがたいことをやらないといけないんですよ。普通じゃないことをやらないといけないんですよ。常識外れ、常識破りなことをやっていかないといけないんですよね。うーん、まあだからね、 頑張ってほしいなと思います。え三、ー、300本。全然。いってください。目指してください。で、結果的に行かなきゃかなくてもしょうがないんです、それは。でも、目標を200にして240いくのと、300って言って240で終わるのと、全然意味が違います。あまだ60本、なんとか時間作れなかったなっていう思うのか、40本オーバーしたらやったぜって思うのかね。ここはね、自己否定論がどっちに働くかってことを考えていただきたいと思います。まあ、そしてですね、6000時間の、あ6000、 PV ですか再生回数。はい。300本あげれば、1本あたり20で6000っていうのは無理な話じゃないと思いますし、さすがに300本あげて、6000本再生させないとなかなかね、難しいことになってくると思いますんで、ぜひこれもね、次のステップとして頑張ってください。そしてチャンネル登録者数が30人ということなんですけども、そうですね、10本動画を作ったら1人増えるみたいな計算でいいんじゃないですかね。そんなに無茶はないと思いますよ。そこでちょっとね、じ、え、ゃ、ーまあ、ヒントと言いますか。 まあ、山根さんとか高級石山キーノさんっていうキーワードが出ましたんでこういう風に考えたられています山根さんの例えば山根さんの動画で再生回数が多いのを見つけてその再生回数の多い動画に対してアンサー動画とかこの動画の感想とかっていうのを送ってキャッチボールしていくんですよ。 そうすると、ヤむネさんの動画好きな人が、その続編としてミス、ミスターマイアミさんの動画を見るっていう流れも起きてきやすいんで、まあ私もね、あのー、何人かの人とキャッチボールやってますし、それからこの、ミスターマイアミさんともキャッチボールやってますよね。このキャッチボールが他の方に波紋を呼んで、こうやって動画の輪ができてるってところもあるというのは、もう否定しないことだと思うんですよ。こういうふうにして、どんどん輪を広げていくことが大事だと思います。本当にね、順調に YouTube のカリキュラムがこうやって意識せずに進んでるのは、非常にね、面白いことだと思います。どんどんね、まだ YouTube やれてないかもどんだと、どんどんどん巻きん 込んで、えー、巻き込まれて欲しいなと思いますんでまだ youtube やってないんだけどなっていう方はこの機会にやってほしいですよねでそれからミ mr マイヤミさんみたいに私に向けてメッセージをメールとかで添付して送っていただいたら私は返信をしますでも勝手に youtube 動画をアップロードしてそこに久保塾長って書いてでも私の方にメールをねダイレクトで送ってくれない場合は気づかない場合ありますありますし気づいても返信するかどうかは私の気分次第でございますえ あのキャッチボールしたい場合は私の方にメールをください。メールっていうかメールで動画を送ってください。私に語りかけるような動画で,でね、やってくださいということでございます。うん で、やっぱ面白いですね。あの、タイタニックのジョーク、うん、やっぱりそうだろうなと思いました。うん。で、日本の教育っていうのはやっぱりね、新しいものを潰すとか、右へ習いとかっていうのは確かにあるんですけども、だからこそ、あ、日本の教育ってこうなんだ。だったら、その教育に俺はまみれないぜっていうふうな考え方になっていけばいいのに、日本の教育の線にいつまでもして、もう30、40、50になっても、いや、日本の教育よねって言うけど、今日本の教育受けてないじゃないかと。解放されてくださいって話なんですよね。えー、それで人の意見を、 大衆にに合わさせよようとすするってエネルギーにも負けないで,しいんですよ例えばね私が随分前ですけども、まあ、堀江貴文さんっていうのが出てきた時に私はああいう考え方好きだったんで堀江さんを支持していたら堀江さんっての、ね、はやっぱり詐欺師みたいな人だしあの虚業をやってる人だから当てにしない方がいいよっていうふうな声もあったわけですよ。でしまいには私は堀江さんの本読んだりとか握手会行くもんですからあの久保は堀江信者だっていうレッテルを貼る人が出てくるんですよね。堀江信者でいいじゃねえかって感じですね。だから要するに私が ですよなのに関係ない人が久保さんはこうなっちゃった変わっちゃった久保さんそういう考え方よくないよとみんながそう言ってるよって感じで自分の言葉としてじゃなくてあいつがこう言ってるみたいなねそういう卑怯なね同調圧力ってのがあるわけですよ私はこれには負けたくないなと思って逆にですねもう反骨したいんですよ反骨反骨精神を出していきたいんですよ。何て言うのかな例えば私がね、あのー、政治的な記事を上げることがあるんですよ。 うん、例えば、令和新選組っていうのがあって、消費税がゼロになったらいいよねみたいな話を政権の公約として挙げてるんで、いや、僕だってせあの消費税ゼロになったらいいから、この消費税ゼロってのはいいよねって言ったら、あ、お前は令和信者だとかね、いや、信者で結構だけども、いや、何がいけないんだと。要するに、お前の言うことを聞けばいいのかって話になるんですよ。だからこういうのにね、惑わされないでほしい、しまけないでほしいんですよ。ネットビジネスやるぞって言ったら、やっぱりネットビジネス危ないよとか、情報を販売するなんてそんなことやっちゃダメだよって言うけど、結局、結果として振り返ってみれば、全部私のね、 という通りになっているという風に私は考えるんですよでおも思い通りにならなくても別に私の人生だからいいじゃないですかって話なんですよなんかね少なくともうーんと自分の脳の 中とか自自分分のの行動ってては自分が支配してるんですよね他人にその支配のコントロールをコントローラーを渡す必要はないと思うんですよ、まあ、ですのでミスターマヤミさんはもう十分分かってると思いますけどもあの自分の考えてる通りにやるとそして人の言うことは参考にするでも誰か他の人を自分の考えにはめようとするっていうのは本当にねあのずるいことだと思いますしやっても意味がないと思うんでそういうことではないかなっていうのを私はね強く感じますね、まあ、そういう意味で言うとミスターマヤミさんはあやっぱり自分のねやりたいことをこうやって宣言する っていうすごく正々堂々としてらっしゃいますしすごくユーモラスな絵をねいつも届けてくださるんですよミスターや嫁さんっていうのはすごくね人をほっとさせるとか安心させるようなそんな魅力があるんではないかなと思いますでその中でねやっぱり自分の意思をしっかりと発表してうんすごくいいなと思いますで仮に自分の言ったことが達成しなくてもそれはね嘘でも何でもないんですよそういうことは結構あるんででも最初のスタートラインから遠慮して目,的目標設定をね300じゃなくて100にしてしまえばやっぱり100以上のものって生まれないんですよ だからね、3倍とか5倍とか、私はね、10倍って言うんですよ。10倍目標。うん。だからそういう風な、自分でも無理だろうと思う目標に向かっていくことによって、未知の力が引き出されると思いますんでね、えー、ぜひね、動画300本、9月、やっていただきたいと思いますし、もうこれはね、 9月1日日付が変わったと同時に1本の動画を撮るぐらいの勢いでいいと思うんですよ。9月1日になりました。一番最初の動画をお送りします。皆さん、明けましておめでとうございますみたいな感じでね。9月1日に明けましておめでとうございますってなかなか面白いと思うんですよ。で、明けましておめでとうございますっていうのが、世界にどういうふうに言われてるのかってことを、なんか5カ国語くらいでお届けするっていうのも一つのコンテンツになりますんでね。日本では、あの、 明けましておめでとうございますででしょでアメリカではハッピーニューイヤーって言うじゃないですかで他の国ではどういうのかなみたいなことをね5カ国語でちょっと言ってみるみたいなこともなかなか面白いと思いますしその他にもお9月1日っていうのはあのいろんな国でねどんな記念日なのかとか9月1日っていうのはどういう風にマイアミでは過ごしているのかってことを話していくとかまあとにかくねいろいろとね、あのー、ネタっていうのはもうこじつけでいいんですよこじつけで。 でそのこじつけが面白かったりするんですよ。あ,あさすがミスターマイアミさん、そこから来るか、みたいな、そういう発想がいいんですよね。うん、まあ、いろいろと話しましたけども、最後にまとめさせていただきます。思った通りにやっていきましょう。やっぱりね、インターネットを使った自分のビジネス、自分の会社、自分の世界ですから、そして自分の世界観が好きな人がファンになり、お客さんになるって形でございますね。で、自分と気が合わない人と無理に付き合う人がないですから、気の合う人と楽しく、嬉しく、 一歩一歩成長していけばいいのではないかと思いますそれではまた動画を送ってください失礼します